加賀市加賀橋立は石川県加賀市にある重要伝統的建造物群保存地区。加賀市、橋立町の一部南北約550メートル、東西約680メートル、約11ヘクタールの範囲である。江戸時代中期までは反応反量を営むかやぶき民家の集落であったが、その後北前船の船主になる者が現れ、江戸時代後期から 明治時代中期にかけて、大阪と北海道間を往復した選手や船頭が多く居住する集落へと発展した。最盛期には100隻以上の北前船を要し、1796年の船道情報の木には30数名もの選手が名を連ねた。1872年、大火に見舞われ集落の約6割を消失したが、北前船の海船業が最高潮であった。 ためみやかに復興し、より豪壮な家屋が再建された。しかし、明治時代後半になると、汽船や鉄道、電信の発達により、小舟である北前船は輸送業の座を奪われ、北前船の数も減少し選手たちは、他の業種に転換し橋立てから、北海道や神戸等に重視家屋敷だけが残った。加賀橋立ての選手屋敷は、母屋が、霧島つまいじで、屋根が、 赤茶色の瓦吹き、外壁に船板が張られている。屋敷を取り囲むように板塀や土蔵が配され、単緑青色の尺谷石が使われている石垣や、敷石と赤瓦らのコントラストが特徴的である。その当時の面影を残す選手屋敷が起伏に富む地形に展開している。2005年12月27日、金星の地割をよく保持し豪壮な家屋や、 特色のある石垣などを残している都市、種別、選手集落で、国の重要伝統的建造物群保存地区として、選定された。海鮮丼屋などのある、港町ではなく、選手の邸宅の立ち並ぶ、選手集落である点に当保存地区の特色がある。地区名称、香が市かが橋立種別、選手集落選定年月日、2005年12月27日選定基準。 伝統的建造物群及び地割りがよく球体を保持しているもの面積11.0ヘクタール。ありがとうございます。